インター FM897 ミュージックイズミュージック増山コムです。牧村健一です。三島豊明です。272回目のミュージックイズミュージック、日本のシティポップをテーマにお送りします。今週もニューヨークからリモートで素晴らしいゲストをお迎えしています。ミュージシャンのカイミカリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは1曲お聴きください。フェネス2012年のアルバムアウンからニンファ。はい、先週に引き続きカヒミカリーさんゲストに来ていただいているというか、リモートでご出演していただいているんですが、先週は、まあ、中高生の頃からカヒミさんデビューされて90年代ぐらいまでの、選曲でしたけども、はい、今週はもうちょっと最近な感じですかね。はい、はい、そうですね。今回選んだのは今最近聴いてるものと、うん、あとは私のラストアルバムの曲とか、そうですね、うんうん、後半戦という感じで選んでみました。2012年というともう9年も前ですけど、この頃にニューヨークに渡られてるんですもんね、うん、そうですね、そうです、2011年の末なのでそのぐらいですね。でやっぱり環境も変わって、なんか音楽の聴き方が変わったという話をさっき、はい、あ、そうですね、2009年に私は出産をしたんですけども、うんうん、はい、ちょうどその時にアルバムを大友千秀さんとジム・オルーク3人で作ってたんですね、うんうんうん、でちょうど妊娠の中ってよくあの味覚が変わるとか言うじゃないですか、はいはい、あと匂いに敏感になるとか、うんうん、私の場合はあのレコーディングをしてたせいか音がすっごくこう細かく聞こえて面白かったんです。もうギターの弦がこう震えて消えていくグラデーションまで感じるような感覚で、うんうん、それであの面白いなって感じる曲が変わったんですよね、うんうんうん、妊娠中から。でも今考えると前半一番最初の私が中学生の時に聴いていた曲っても、うんうん、音がスカスカで、うんうん、ギターの弦が揺れてる感じが感じられるっていう意味では一緒なんですけど、うんうんうん、もっと強く意識的になったっていうか、うんうん、まあ、いわゆるフェンスとか、うん、まあ、いわゆる音楽っていうよりは音そのものですよね、きっと聞くんだから。そうですね、本当にそういう感じですね。結構ジャズミュージシャンと一緒にやることになって、うん、現代音楽とかあと自分自身もインプロビゼーションのライブに参加したりするようになったことで、うん、新しい面白さっていうんですか、音楽の違う面を知ったので、うん、ちょうど転機になったかなと思います。まあ、あんまりこう通り一遍に言い方したくないですけど、その大友さんとかジム・オルクさんとか、うん、まあ、このフェネスもやっぱりこう広くは音響系って言われるような、そうですよね、そういうふうに言われますよね、うん、ニルス・フラム、アンネ・ムラー、2010年のアルバムセブン・フィンガーズから Let My Key Be See。 先週に引き続きカヒミ・カリーさんゲストなんですが、カヒミさんといえばやっぱり牧村さん。2009年病院に行く途中で、うん、なんと久しぶりにカヒミさんと会ったんですよ。偶然、ええ、すごいです。それがまたあのカヒミさんとのなんて接点になって、昭和女子大だったのかな。あ、はい、そうです。そうですよね。ですね、はい、そこに行ったら、まあなんと凄腕のミュージシャンたちをバックにコンサートやってるわけですよ。うんうん、それまではウィスパーボイスのカヒミカリーっていうイメージがすごく強かったのに、もう違う世界に行ってたんですね、うんうん、いい意味ですごい衝撃を受けました、うん、あれはどうだったんですか、本人としては。いや、完成形に近いコンサートができたんですか。あ、いや、超実験っていう感じだったんですけれど、ええ、今振り返ってみると結構完成度が高かったのかなと思えるような、あのすごいいい面白いライブになった気がします。あのメンバーも千葉さん、あの事務所の千葉さんだったりとか、ね、あとドラムも外山明さんとか、はいはい、もう素晴らしい方全員集合という感じで、それからステージの美術とかも私がプロデュースしたんですけど、そうなんですか、はい、結構あの天井につけるライトを手で振り回したりとか、はい、椅子をバーって倒したり円形に並べて倒したりとか、その頃そういうことになります。あの所属事務所に行くと2階の片隅で大友さんと一緒にねレコーディングをしてる、ここでレコーディングしてんのっていう、うん、そういうところにも遭遇しましたよね。
ですね。それ音の響きがそこが良かったってことですよね、きっと。どうなんですか、いい場所はコーネリアスが使っててそうそう、ただそれだけです。ですよね、はい、ありがとうございます。でもあれですよね、ずっと長く、ええ、スタジオのこととか気にしないでずっと家で作ってるみたいに使いたかったんですよね、うん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 、それはありますよね、時間気にしない、はい、もっと言えば、はい、お金のこと気にしないで済むような場所で、そうです、うん、そう、何時だからアウトじゃなくて、もう行きたい時に行って、もう2日間とか寝ないでもできるぐらいの感じで作りたかったので、はい、本日のゲスト、ニューヨークからリモートで参加していただいているカヒミカリーさん、2003年のアルバムトラペジストからキンスキ、そしてこのアルバムはなんと、はい、スタジオの向こうにいる三島さんも参加している、はい、してます。ありがとうございました。三島さんとはもうたくさんお仕事をしていて、キンスキでもお世話になりました。あとこの時期かちょっと後で事務所の近くに引っ越していきましたよね。あ、そうそうそうなんです、ね、パリが結構大友さんと菊池成吉さんとのお仕事が忙しくて、日本にもう長期滞在することになって近くにすぐ引っ越したんです。私のお部屋の窓を開けると事務所のスタジオが見えました。よく手を振ってましたね。そうそう、三島さんが仕事してるのが見えて手振るような、いつも見張られてましたね。そうですね、このアルバムもすごい時間かけましたよね。朝まで結構やった記憶があります。もうこれは本当にこれもすごく好きなアルバムで、特にこの曲は好きなので選んだんですけど、高井くん、高木くんに作ってもらって、3D の5階のスタジオで高井くんとずっとねオルガンの音をどうしようかって悩んでたのを覚えてます、うん、結構もう時は出口がないぐらいな感じでレコーディングしてましたけど、いやすごく楽しかったです、うん、ね、本当に楽しかったですね。ジョン・ハッセル、2009年のアルバム Last Night The Moon Came Dropping Its Clothes in the Street という面白いタイトルなんですが、曲名は Last Night The Moon Came で、これも、ゲストのカイミカリーさん選曲なんですが、ジョン・ハッセルお好きなんですよね、はい、私詳しくはないんですけど、うんうんうん、いいなと思ってこう名前チェックすると、うんうん、ジョン・ハッセルってことが多くて、昔そのトーキングヘッズとか、うんうん、まあ、一番好きなブライアン・イーの私で好きなんですけど、うんうん、あとライクーダーとか、うんうん、こうパッと名前が入ってたりして、うんうん、はい、でこれはこの曲は特別好きな曲の月が好きなので、うんうんうん、この曲聴いた時、ああもう本当に私の気持ちをこう、うんうん、フィットするなと思って好きな曲なんですけど、ジョン・ハッセルすごい独特ですもんね。パッと聞いて、あ、ジョン・ハッセルだっていう感じしますもんね。もともと現代音楽をね、がっちりやってた人で、音楽の博士号とか持ってる人ですけど、うん、私70年代の終わりはやっぱりブライアン・イーノってすごいなと思っていて、思い始めていて、うん、私がよく聞いてたトーキングヘッズの最初の頃とか、あとディーボとか、あとそれこそノーニューヨークっていうすごいパンクのアルバムとかをやってて、でその後、うん、アンビエントに行ったじゃないですか。そうですね、すっごい振り幅の人だなと思ったら、このアンビエントの次にジョン・ハッセルと多分80年ぐらいにそのアルバムを出してんですよ。だから僕イーノから入ったんですけど、うんうん、その後そのデビッド・シルビアンとかもやったりして、うんうん、なんていうのかな、そうですね、そのもちろんトランペッターなんだけど、すごくこう電子的な処理もしたりとかして、うんうん、なんかパッと聴いてこのアーティストが分かるっていうミュージシャンそんなにないので、そういう意味でユニークだなと思いますね、うん、そうですね、なんかすごい知的な感じですけど、うんうん、実際そういう博士だったり、うんうん、でもすごく感覚っていうか本能的な感じっていうのがすごく出ていて、まあワイルドなんていうんですか、そういうセクシーっていうんですか、うん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 、私はそれが彼はすごい特別 で好きですね、この彼の音が、うん。三島豊明の A Piece of Sound、 コーネリアスのサウンドプログラマー三島豊明が毎週あるお題をもとにサウンドロゴを作ります。今日のお題は楽器メーカーのローランド、では聞いてみましょう。
三島さん、はい、聞いたことない曲だな。この音全部ローランド製です、まあ、ローランドね、という会社がなければ YMO もひょっとしたら出てこなかったかもしれないような、そういう重要な電子楽器メーカーですけども、1972年4月18日楽器メーカーのローランド社が創業された日です。本日のゲスト、カヒミカリーさん、2010年のアルバム It's Here から Time Travelers。 はい、先週今週とニューヨークからリモートでご出演いただきましたけども、今は文筆のお仕事もされてますし、いろんなことされてると思うんですけども、これからはどんなことをやりたいとかと終わりでしょうか。はい、そうですね、娘を産んでから、ニューヨークに引っ越してしばらくもう育児に専念しようっていう感じで、うんうん、しばらくお休みしていたので執筆をメインにしていたんですけど、うんうん、娘も11歳になったので、うん、そろそろまた音楽活動とかも始めていきたいなというふうに考えているんですけれども、うん、去年コロナになるちょっと前 に、うんうん、にチボマットだった本田由香さんと、うんうん、アメリカ人のアーティスト、男性のアーティストと4人でバンドを組んで、インプロビゼーションなんですけど、うん、私はボーカルと、あとサウンドバスで使う楽器を、私はクリスタルボールとかチューニングフォークスとかを使ってライブをやったりしてたんですけど、うん、あとは私今田舎にいるので、フィールドレコーディングを結構ずっとしてるんですね、うん、なんかそれを編集したりして自分の声を重ねたりして何か作れないかなっていろいろやってます。カヒミさんのインスタは私時々見るんですけど、あ、本当ですか。一個印象的なのがあって、去年だったかな、はい、ブックカバーチャレンジってやっ てらっしゃいましたよね、料理、はい、の中のジェルサレム、日本語的に言うとエルサレムかっていう料理本があって、はい、なんかチョイスするセンスがまた独特だなと思ったんですけど。あ、本当ですか。あ、料理はすごく好きで、うんうん、料理本ばっかり買っている時期があったんですけど、うんうん、その中の一冊で、うん、そうですね、スパイスの使い方が面白くて好きなんですよね、うんうんうん、あと発酵についての本とか、うんうん、なんかそういうの、はい、紹介したりして、ありがとうございます、嬉しいです、見ていただけて。最後になってしまいましたが、はい、お約束の質問があるんです。この番組のテーマでシティポップとは何ですか。実は私が小学生の時に教会に通ってたんですね、はい、親がクリスチャンだったんで、でそこに時々イベントがあると、はい、小坂忠さんが、のライブがいらしてたんです。その多分小坂さんの影響を私はすごく受けてて、忠さんとつながりがそこで出るっていうことはびっくりですね。はい、はい、それでその後久米さんにも、はい、もう私教会関係でお会いしていて私デビューする前に私は洋楽雑誌のフォトグラファーをやってたんですけど、はい、たまたま別のお仕事を頼まれた時もデビューする前に、久米さんの写真を撮ったことがあったりしてそれがたまたま後々本当に関係ないところで事務所が一緒になったりとか私のこう本当の根っこのところになんかやっぱりシティポップのミュージシャンの方々の何かすごい影響を受けているような気がして不思議な気持ちになるんです。ありがとうございましためちゃくちゃ面白いですね先週今週とニューヨークからリモートでミュージシャンのカヒミカリーさんにご出演いただきました。夜遅い時間ですけどありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。ありがとうございます、はい。Music is Music がオンラインサロンを作りました。 Music is Music サロン、通称 MIM サロンは牧村健一を中心とする会員制のグループです。オンラインでオフラインで私たちと一緒に音楽を楽しみ、新しい才能を世に送り出しませんか。詳しくはハッシュタグカタカナの MIM サロン、ハッシュタグカタカナの MIM サロンで検索してみてください。来週もお楽しみに。 Music is Music、 増山コムでした。牧村健一でした。三島豊明でした。Twitter、Facebook のハッシュタグは、ハッシュタグ Music is Music。ウェブサイトは musicismusic.jp。番組へのメッセージは、mim@interfm.jp までお寄せください。